国士無双とは、麻雀における役の一つ。役満。略称は、国士別称を十三級と言い、その名の通り九ぱ十三種すべて、すなわち老頭ぱ六種と自敗七種を一枚ずつ揃え、そのうちのどれか一種を弱頭とした、数両型である。七イ一と同じクメンツの概念を持たない特殊な役で、あり、門前役である。 4面ツ1弱頭の形に当てはまらないため、高め、あめが存在せず、天な、地は、人はを除く、他の役満と複合することもない。の長敗型で、で数量。役満の中では4アンコや、大見元と並び成立させやすい役であるため、多くのプレイヤーが、数量、または目撃した経験を持つ。ハイパイにどれくらいの9パイが含まれているかが、 成費の最大の要因であり、多ければ多いほど上がりに近い。そのため、九種九杯で流局にできる状況でも、あえて流局にせず、国士に向かうといったケースも少なくない。ただし、局の最初から、春ちゃんイをばら切りすることになるため、国士狙いであることは竹に気づかれやすく、中盤過ぎにもなれば、少なからず警戒されることになる。 必要となる、9パイを1種類につき1枚でも引ければよく、数量の製品は、積もと展開にかかっている。しかし、いずれかの9パイが途中で場にできってしまった時や、こうされた時など、あるいは終盤までテンパイに持ち込めなかった場合等、失敗した時に、通常のメンツ種に移行するのは困難というリスクがある。ただし、タケがリーチをかけてきたような場合、国使を諦めれば、 ベタ折りをしやすいという点はメリットであると言える。ただし捨て廃から、国士狙いであることは読まれやすく、ベタ折りを見越して、自敗短期待ちで直撃を狙われる危険もある。長廃すればリーチすることも可能であるが、得点が高くなるわけではない上ベタ折りができなく、なるので、ほとんどメリットはない。しかし、それを逆手にとって、リーチすることにより、竹に国士無造と思わせないようにして、 9イを切らせやすくするという戦術もある。天牌型は、入り上157種類に限定されるが、これは2種類に対別できる。上の例のようにすでに弱闘ができている場合は、足りない一種の実を待つ形になる。これとは別に、13枚の9イが、全種類手配に揃っている場合は、弱闘を待つ13面待ちとなる。大抵の場合一種待ちの天牌となるが、この場合は、 最大一種四パイちとなる。なお、この町に正式な名称はなく、国士無双町、国士町と呼ばれる。また、この役は、日本マージャンにおいて、自敗のラスパイで数量できる唯一の役、また、自敗の加工を走行できる唯一の役であり、絶対安全と思われる4枚目の灰での数量に驚かれることもある。通常のメンツ種の場合、 暗官に対し論を宣言することはできない。しかし、国士無双の一面待ちに限り、例外的に、過去に限らず暗官でも走行による、論数量を認めるルールになっている場合がある。滅多に発生する事例ではないが、一応事前に確認しておくのが望ましい。の長輩型で、だけので、論数量。1990年代に、馬場祐一。 片山正幸らのグループが模索したルールの例では、国士無双に関して、現物以外の不利転論、数量や頭跳ねを超越するといった特例は、採用されなかった一方で、安官・走行の特例だけは残された。その理由として、前2社は打ち手の意思で防ぐことができないが、安官・走行は打ち手の意思で防げることが挙げられている。ただしこれも、 ルールとして不合理であることは認識されており、実際のところは、麻雀の歴史的な文化を大切にしたいという思いによるところが大きかったという。なお、十三面待ちの場合は、数両杯をすべて自分の手に一枚ずつ揃えている状態のため、他家の安管及び加工はありえない。ごくごく稀に、天杯まで、九杯の統一が一つもできず、十三面待ちの天杯になることがある。 すべて一枚ずつ揃った状態での点配型は、最後に弱刀となるパイを待つ短期待ちの形となり、13種、どれでも上がれる多面張りとなる。この場合は、最大13種39パイ待ちとなる。これを、通称、国士無双13面、国士無双13面待ち、国士無双13面張り、純正国士無双という。国士無双十三面待ちは、いずれの九パイでも、 数量可能な形のため、振り点でない場合は、自身の皮に9パイが一切ない状態となり、1枚でも切られていれば、振り点となる。9連砲塔9面待ちと同様、国士13面待ちをダブル役満とするルールもある。かつては、この13面待ちのみが、役満扱いとされていた。また、あまり一般的ではないがハイパイ時に完成していた。 物を十三流門と呼んでいる場合もある。流門とは、東流門の流門と同じ意味。国士十三面待ちをダブル役満とする場合、通常の国士一面待ち天牌からの積も上がりを一旦蹴り、振り天十三面待ちに受け替える手もある。次の積も牌が9牌である確率は外算で34分の13であり、残り順目が多ければ多いほど期待値は高くなる。 もちろん9パイを積もれないまま竹が上がったり、流局したりするリスクはある。なお、振り点のない純粋な13面待ちのみを、ダブル役満とするルールになっていることもあり、その場合は、最初のつも数量を蹴って振り点に受けても全く意味がない。通常、振り点時に論数量を宣言することはできない。しかし、国史の論数量に関する例外として、 フリテンの13面待ちの時に、現物以外の範ならば、論数量を認めるルールが、かつて存在した。しかし現在はこの取り決めは、廃れており、わざわざ、フリテン13面待ちの論数量は、不可と、正し書きしてある、ルールブックルールページもある。なお、1面待ちの場合は、数量範が1種類しか存在しないため、現物以外でのフリテン、数量はありえない。したがって、 前述の暗官の走行が一面町に対する特例。現物以外での不利転論、数量が13面町に対する特例であると言える。元々の名称は13級で、国史無双は画名である。国史はその国の中で最も優れている人物、無双は並ぶもののない意味を指す。この出典は、式、ワイン公列伝。語源は、 全漢の高素流法に仕えた関心の才能を国に二人といない絵がたい人材と叩いた,た言葉であると言われる。ルール本によっては国史無双を国史無双と紹介している書物もある。なお、本家中国麻雀では13という名称になっており、元々の名称を引き継いでいる。また、英語圏でもサーーティンオーファンズという名称になっており、13の 部分が薬質に関わっている。ちなみに、Google 翻訳で、国士無双を英語に訳すと、サー,ティーンオーファンズと表示される。逆も同じ。13ヤオ9のヤオは、ヨウの遺体字で、である。この文字は、ジスエックス0 2 0 8に含まれていないが、ジスエックス0 2 1 3には含まれており、2から1から10の符号多い位置を与えられている。 すべての日本語環境で表示できるわけではないので、記事名及び記事中ではカタカナを用いていることがある。国史無双はもともと13級と呼ばれていたことは、前述したが、もともとの定義も現在のものとは、かなり異なっていた。まず、13級と13不等は、同根の役であるとされ、双方とも、ハイパイ13枚で、国史、公史、純古、トイズ、 同志が一切ない状態で、13級のみすべて9、はいであるという条件が付加された。この条件を満たした場合のみ上がることができ、第1相撲を行う必要はなく、弱刀も必要なかった。後に弱刀が必要とされたが、これも G ポン感が一切ない純粋な第1巡目以内の13面短期待ちに限られた。もちろんこの時点では、天が、地は、人はとは複合しなかった。 さらにその後、13級に限り、第2巡目以降の数量が認められたが、それでも町は13面短期町のみであった。そして現在では町方も不問となっている。一方の13不等に関しては、現在でも第2巡目以降の数量は認められないが、町方は不問とされるのが一般的である。国士無双のような4面対イ弱等の形に当てはまらない。 いわゆるバラバラ型の役はかつては他にも多く存在した。以下にそれを挙げる。現在の日本麻雀では国士無双以外のバラバラ型の役が採用されることはほとんどないがローカル役として一部採用されているところもある。ルールにもよるが基本的にはいずれも役満である。また一部の国では現在でも正式採用されている役もある。13不当や14不当は 純粋な第一巡目以内の数量を条件としており、使用するパイの種類に条件を加えた代わりに、第二巡目以降の数量を認めたのが、十三級や七世、不幸などと言える。また、投資さえもないバラバラ形というわけではないが、メンツの概念を無視したローカル役に、南北戦争がある。ありがとうございます。